あ、どうも皆さんこんにちは、えー、おはようございます夜の皆さんこんばんは夜あのあんまり飲み屋とか行くなよね、今あの感染者が増えてるからね勉強しましょうよそれが一番いいですよね、家でおとなしく勉強まあ,あの俺の授業の時はまあ出てくれ さそれではですね、えー、今日はね、えー、この学習、えー、経験者向けのプロモーションビデオということなんですよ。それでね、えー、2021年合格を目指すためにパンフレットがあるんですけどまあとりあえず えー、この最新対策、まあ、法改正も含めてどういった内容になっているのかということをね見ていきたいと思いますであの他の先生は他の先生がね、えー、説明なさりますからとりあえず私はあのこういうことですよと、えー、トータルサポートコースという名前になっていますで 担当はですね、まあ、弱点と重要論点ー網羅学習ということでね学習経験者の弱点となりやすい論点で重要論点を、まあ、手厚く保護というかくまなく漏れなくやるというところですちょうどいい感じうん。だからコマ数なんかも非常に綿密に考えられてます。これは本当、ね、受けけていただけばわかりますよ。うん あのどういうことかというとね、まあ、正直言いましてあの、まあ、1年目のコースだとあのテキストがすごく充実してるのはいいんだけど充実しまくってるんですよ。だからあれをまともにあの授業に使いますとね、まあ、終わんないです。で私はそういうことを知ってますので。 もうこの知識いらないなこの知識もいらないなっていうふうにかなり削ぎ落とした結果しかししかしこれは削ぎ落としたら遺憾な的なところもいっぱいあるそこをあの抑えたのが担当対策まあ具体的に言うと担当エミネント講座ということになるんだけどねじゃあ次に論文 これは三位一体ということで、まあ、私が考えるですね論文の、まあ、実力を伸ばすためにどういったそのカリクラムで進めるといいのかな効率がいいのかなと考えましたところやはりステップホップステップジャンプのホップは趣旨小事例対策がいいのかなと知識も身につくしそれから現場思考も 比較的このファンダメンタルなレベルの問題を扱いながらあ取り組むということやね、あの無理なくだからといってそのほら論基礎はもう卒業してますから簡単すぎずみたいなね、標準的ないい問題をねやっていきますよ。で実は口実対策にもなります。口実対策にもなるような感じに仕上がってますね。 で次にあのー、ホップステップホップステップだからステップだよね本格的事例対策編ということであのー、これは、えー、まあ要するに論文本試験レベルの長い問題だよね長くてそれから難易度も高くて、うん、つまり質と量の両面でハイレベル。 な問題を扱ってきます。であるがゆえにであるがゆえに当然ですねこれをもう数限りなくこなすとなると皆さんも挫折しますから三コマあ失礼シコマ三時間ですシコマ三時間で三問しか扱いません。ね、まあこれでもねまあ時間的にはあのあれよカツカツなんですけど。 まあ30分考えてもらい、まあ、30分、えーまあ、私が解説していくとそういうスタンスでねあのー、まあ皆さんもら考える時間があるとねやっぱりこう興味を持って取り組めるし眠くもないしねいいんじゃないかなと非常にこうバランスの取れた形で進めていきます。でこの「答案構成編」っていうのはですね あのこれはですね実際の本試験があの特実特実2問衣章商標と120分90分90分配点でいうとですそれと同じえ特実2問衣章1問まあ1問というか設問が2つあったり3つあったりはしますよ。 えー、商標1問これを6回やるとうんでこれはもうやっぱり私が思うに、あのー、変えるべきではないなと変えるべきではないというのはこの三密体は変えませんまあ去,去年と変えませんということですしかしこの答案公正の問題は変えますのでええここはあの変えていきたいと思います ね、やっぱりこのテ,テストテスト的なニュアンスがありますからあの新作的なね、えー、ものを用意したいで他のところもねあれですよやっぱり崩壊性とかを受けてますからそれによってもう同じ問題は出せないという問題もあります結構答えも変えざるを得ないというのがありますからまあそういうところをねちゃんとモデファイいたしまして提供するということは 当然のことながらやっていきたいなと思います。はいじゃあ,あ,の、まあ私の特徴が分かるようにちょっと見ていきたいと思いますけどねこれはあのカラフルパンフレットの、ね、2ページですけど「あその論文講座の一部第一部ではね趣旨に加え生じで扱います」と。ね、で本年はあの受験生が苦手としている えー、趣旨問題、えー、いわゆる一行問題に強くなることに加え、口述試験で出題されたあの省事例問題、パネル問題も活用しながら論文口述両並みで対策を講じていきます。これいいですよね。あのまずね。趣旨問題。これはまあ基本的な事項ですからね。青本からで出そうな趣旨問題。 こういうのを扱っていきたいなと思います。であと構図試験でね、えー、出題された小比例問題ねこれいいじゃないですか。なぜこれがいいのかというと構図試験ってまあ10分じゃないですか制限時間がねまあその中でこう受け答えをしていくのでその論文論文試験のねその60分なり90分なりでまあとゆ解く問題に比べるとまあ軽量感のある まああの小気味よく進んでいくようなね、まあ、そういう問題があ,のあるとそれをこう私があの論文風にアレンジメントしましてやっていくとそうなると結局ですね論文講両睨みでで学習できるとこれいいですねこれはかなりあのアピールポイントではなかろうかと思います。で出資問題は単に基本書を丸暗記するのではなく 理解の徹底を図り特にここです短縮化して再現できるよう指導します、ええ、単なる丸暗記ができるんだったらそれに押しようとないんだよもちろんでもねたとえ丸暗記できたとしても本当にそれをまともに再現しとったらね時間内に答案を書ききれないということもそういうリスクもあろうかと思いますからあ短縮化して再現できるように指導していきたい と思っておりますで論文の演習問題を本試験と同様の 4, 回かける回あ4問かける6回だから24問全て新作あこれさっき私言いましたでしょ答案構成の回ですわね答案構成編ほら本試験を意識してレベルを合わせているのはもちろんのと実際の本試験同様 特実に、意匠一、商標一、これをワンセットとして。六セットの答案構成。用問題を。用意します。ね。はい。で、本年は、その六セットすべてを。T. P. P. 改正。それから、平成三十年改正。令和元年改正を踏まえ。 え問題と解説を一新しました、ね、一新します三千一詞の方みたいな感じではいじゃあ次ね今のは論文でしたよねどちらかというとこれ担当の話かなこの3ページは「担当エミネント講座の特徴」 あシンプル is the best ねあのこれねあし青青はあまりいい色じゃないんで黄色で塗ろうかなこれいいですね学習経験者には詳細なあテキストはね逆効果なんですようんあの初心者には詳細な方がありがたいですええあの内容が分かろうと分かるまいと厚みのある方がありがたく感じます。 安心感があるからねところが実力の向上に反比例するかのごとくテキストはあシンプルな方がいいんですよ学習経験者にはシンプルな方がいいですこんな感じで反比例のグラフですからねいや先生反比例のグラフぐらい分かりますよとねそうつまりねいいですかあのー 上にに複雑下に行くほどシンプルね、うん、実力が上がっていくほど実力が上がるほどシンプルねこれでもいいですよこっちを複雑度にしていいねうん複雑シンプルシンプルで実力ほら 実力が上がるほどテキストはシンプルになっていくんですよ。ね、で実力がないほど複雑というかまあ複雑というか詳細の方がいいね詳細の方がいいね詳細の方がありがたいでしょ実力がない人にとってはねだからあのシンプルを目指します。でそこで、えー、この講座はシンプルイズ・ア・ベストの精神に基づきえー テキストを含め抗議の合否抗議を合否の分かれ目となる絶妙なレベルね合否の分かれ目となる絶妙なレベルに照準を合わせ、えー、担当における卓越したエミネント実力の向上を図ります。ね、この照準を合わせてどういう意味かというとね合否の分かれ目となるあの絶妙なレベルというのはあの他のガイダンスでも俺言ったかもしれないけど 私のこのカリキュラムっていうのはね適当にやってるんじゃないんですよ。もう本当に練りに練って考えられたものです。これ担当エミネント。ねで全部でえー、っとこれ回数がね36回ですかね、うん。練りに練ってます。あの短期層よりあの少ないですよ特実は。 うん、私は少なくていいと思ったんで。うん。ところは条約見てください。七回もあります。条約七回です。これは私は、やはり。皆さん、受験生は。条約に対する、苦手意識を持っている人が非常に多いんで。で、また。あの、一般的な授業では。条約が。まあ、軽視されてるというか、まあ。どうしてもね、上四本メインの講座が多いんで。 そこはやっぱり逆に手を抜かないようにした方がいいというふうに私は考えたもんですからあああの条約なんと7回もあります、ね、でその絶妙な回数というのはね私がこれまでいろんな講座を教えている中でおそらく3時間でこの回数がベストだろうというものを練りに練って決めた回数です。 でまたテキストの内容もあの本当にね体脂肪率をそぎ落としてだからといってねあの必要なものまああのタンパク質とかアミノ酸まで、えー、落,と落としたとそれはないええー、アミノとタンパク質は落とさずに脂肪だけを落としたとそういうイメージのテキストを使うと思ってくださいね シンプルだからついてもアミノ酸もタンパク質も何もないようなものでは逆に意味がありません。うん、それはもうただの水を飲んでいるようなものです。まあ水も大事だけどな。ええ、で今年はあの講座が四ヶ月遅れでスタートしますので、あのこれを全部生講義でやると皆さん普段の日も講座料を得なくなると思います。だから。 法改正にさほど影響のないこの小・状負に関しては通信専用で生かしてもらいます通学の人でも通信専用と。ね、で「特実」と「意」と「超ねこれはやっぱり説明必要だろうなと私が現場で。うん、であと「総まとめ」っていうのはねさらに何らかの法改正まあなければなんか本当にこう総まとめ的な講座をねこうやるっていうのもね 意味があるなと思いますから用意してます。で論文トリニティもまあご覧の通りですけど、あの通信部分と通学部分のハイブリッドですね。ここに特徴があります。まあただ論文に関してはね、えー、これはあの。 11月15日ですからあの論文のトリニティがスタートするのが11月15日ですよで実際の本試験が11月8日だと思いますそうするともう合否がわからない段階で始める結果になりますだから皆さんね非常にこう心配な面があると思いますそれはお金です当然のとながら お金の心配はありますよね受かってたらどうするんだと、えー、こういうのもございますから皆さんええー、大丈夫ですよほら受講者分も含めてコース受講料を返還いたしますからこれはもう任せて安心ですねええー、だからもう合否を待たずに取ってくださいどうせあの 口述からだかからら私考えてるんですよその口逆算してねほら見てください、うん。ということなんですよね。口、う、述、ん、から逆に問題を用意してるとあこれねパネル問題そういうところまで考えてますから。 非常にこう計算づくというか綿密にあのカリキュラムも計画もしてます。はい、じゃあちょっとこうね、えー、トリニティのその講座これも回数ね満足いただける回数と質を担保。初学者向けの論文講座ではレベル回数ともに学習者には正直足りないカリキュラムとなってます。これはしょうがないですね、えーまあ、講義編 10回確か、うん、622で10回特日6回、えー、衣装2回商標2回ですで当連が8回特日4回衣装2回商標2回これがあの1年目向けの論文のカリクラムです、まあ、しかし今私が言ったようにそれだけじゃねえあの十分に満足していただけたかどうかちょっとわからないんですよ。でやっぱり 一回落ちてねあやっぱりこの来年は何とかしようという人たちですからあの十分に満足していただけるだけの回数と質を担保したいなと思ってこれこそ綿密にに考えられたカリキュラムになっております私がやっぱりこう自分で教えた経験からねこの回数だとやっぱりこう消化不良になるなといやここまで増やすと逆に暇になるなと。 その絶妙なところのバランスでカリキュマが組み込まれていると思ってください。えーね、で一応問題でしょ現場思考力あ事例問題それから現場思考力ね。で三密体ということになるわけです。トータルバランスですねトリニティで。三密体の意味ですから。ああ エミネントは卓越したって意味ですから。ね。うん、はい。えー、っと、あと。担当。エミネント講座、知識だけではない、試験突破の秘伝秘訣を伝授します。最近の法改正は以前にも増して、凄まじく。なかなか独学でというわけにはいかない状況です。まあ、それに加え、単なる知識の集積では合格できないよう、問題自身、工夫されてます。 うん、そうなんですよ単なる知識の集積だけでもねこれね合格できないんですね。で出題者があのどのレベルで聞こうとしているのか俺ちょっと邪魔やね。を見極めつつ問題を解く力が求められるつまり知識はあっても問題が解けない人っていうのはこの出題者との対話ができてないんですよ。出題者との間で無言の対話をしていくんです。 ええ、そこなんですよつまりあの去年のあ去年というのは令和元年特実4の確かね「ろ」という問題じゃなかったかなうんちょっと私ね見てみますからねえー、特許庁のホームページ 寝てませんよ先生寝てるんじゃないですかと寝てません今ちゃんと調べてます令和元年担当問題四番だと思う四のねローだと思うわ ああやっぱそうだ4番のロですね皆さんちょっと見てみる4番のロこれがまさに言いたいんですよちょっといいですかこ,この問題正当率がめちゃくちゃ悪かったんですよははい、はい、えー、特許を受ける権利を有する公の行為に禁して特許法29条1項各号のいずれかに該当するに至った罪がある場合その行為によって その発明「意を知ったオツが発明に対して改良を加えた「ロを観光物によって発表したその後発明「意が肉一加工のいずれかに該当するに至った日から3か月後にウがその発明について特許出願をしたこの場合ウは発明「ロを発表したことについて 真相霊に関する30条二項の適用を受けられることがあるか,ある、まあ、あるかと。でことがあるだからなんとなく丸にした人もいるんですよ。それでねこれって何がポイントかというとね意に関しては問題なく真相霊適用できますよ。項が自分で発明し自分であの高知にしてるから。ああでもおつあーとろはね これあのオツが改良を加えたんやろそうするとオツの独自の発明なんですよこれこの発明じゃなくてオツの発明なんですよ。でオツがちゃんと発明しますからこれ傍人,人でもないしあの異に反する校長もないしでこうの自己の行為に起因してでもないと。だから結局これ三十条二項の提供を受けることはできないんですよ論については。はい、だからこれ罰なんですよ。 であのー、これ「丸と考えることもできるんです実は。というのは「あオツ」の「炉」についての特許受ける権利をあのあれまあこれいいか「オツ」の特許受ける権利を「公」が譲り受けて出願すればできい、OK、でしょほら。だからそこまで考えて 丸にした人が結構いるとでその人の主張はこうです。問題文の頭書きを見るところ特許権及び特許制に関して次のうち正しいもんばいくつあるかでほらあの分割変更は考えないとかねおなじみの,あの取り下げ放棄考えないとか受ける権利の承継考えないとか書いてないじゃねえかと。だから 考えても円取っちゃううかということいこでるる丸にした人いるんでですよでも私はこれね去年の担当本試験の速報会出た人なら知ってると思うけどこれ私のパートでしたよね私の範囲でした間違えましたか正解しましたか正解しましたよ私はあの最初ねあのレックの出してる答えは間違ってたんですよでそこで私はあの自分の意見を曲げることなく 答えをこうししてくれと言いましたあのもし間違ってたらもう全て俺のせいだからということでレ,レックも俺の意見に従ってくれましたそしたら正解ですやっぱりこれがさっきのね知識じゃなくて出題者との対話ができてるかできてないかつまり出題者のこの出題してる雰囲気からしておそらくそこまで考えてないだろうと。 うん、雰囲気からであとはあの私過去問のデータがすごいんです過去問のデータがすごいというのは頭に入ってるんですよこれが強みねこれはちょっともう、まあ、自慢できる点だと思うんですけど論文も担当も何年の何番のお枝さんはこういう問題っていうのを大体知ってるんですよ私は。で えーと、あと言いながら何枚やったかなちょっと待ってね平成22年18の平成22年18の2じゃなかったかなちょっといい ちょっと確かに、ね、俺が適当なこと言ってるわと思われたら嫌だからもう即興ですよ、えー、ちょっと調べてみるね平成俺22年っつったよね外れるかもしれんね外れたらごめんなさい <laughs> 平成22年18って言ったよね俺もうそれがね頭をよぎったんですよ うん、はいこれ平成22年やなあ俺2って言っちゃったかあそこは外れたでも平成22年の18割ってる平成22年の18割ってますうんこれのね「ろう」だったわちょっといい「おつ」が「いロろ」を参考にして「い」に類似するっていうのはね「こう」があのー「 こうは色を創作者ですよでオツが色を参考に歯を創作し色の公表日から A の出願の日までの間に当該異性歯が判復された勧告物に掲載されていただきこうは異性登録を受けることができる場合はない。場合はないいからににした人非常に多いんですすこれ丸なんですよで問題文見るとやっぱり書いてないでしょ受ける権利の承継は考えないものとするって書いてないでしょ。 でもこの「ろう」は場合はないいだけど正しいんですよなぜかというとまず子にとって自己の遺症じゃないと自己が創作した遺症じゃないとこの歯がね自己の行為に起因してじゃないねであと胃に反する構築もないです大津はちゃんと独自に創作しますからだから救いようがないですよで間違う人はこれ受ける権利の承継考えれば OK になるんで場合はないというのは罰にすると思いますでも もうここでで出てるんですよねだから18年のその牢の時に考えてないじゃないかと受ける権利の承継だからあの試験はもうそこままで考えてませんよと、うん、だから私はそれも確固たるこう自信を持って答えられた理由ですだから確問してると強いですよこうやってそこなんですよその手がかりになるんだ知識があるなしももちろん重要だけど知識があっても解けるか解けないかっていうのはそういう その出題者との対話ができるかかどうかその対話の手がかりになるものをあ皆さんに伝授するのもこの担当エミネント講座の役目ではないかとこのように思っているんですよ。だから私、ね、あのレックの,あの、まあ、先生方いろんな意見があったんだけどもう一人だけ孤軍奮闘俺は絶対にこれだとで間違ったもう俺のせいやからということで。 えー、貫き通した結果構想したとそういうことやねはいじゃあ「論文トリニティの」のまあ賢いと思わせる端的なあ宮口答案をね、えー、伝授すると「答案はたくさん書けばいいと思ってませんか?」「弁理士受験指導会でそのことに対するアンチテーゼを展開するのは私だけ、まあ、車では唯一 RR である」 あのリアエンジンリア駆動ね唯一あの一般車両で RR はねまあトラックバスを除いて Q11 彼らみたいなもんですよあの読み手に賢いなという印象さえ与えればうあの与えれば受け受かります冗長な答えが求められていた過去の便利試験私が受かった頃は冗長なものが求められていましたが今は逆ですよ端的に答えられる力が求められています。 まあそういった私の考え方にま共鳴できる方ぜひ受けてくださいねそういう方面で実力をつけていきますからねたくさん書いて高得点を取ろうという方針ではありません、えー、書けないしょなかなかたくさん書けないんだとでも受かりたいんだそういう人お待ちしておりますねたくさん書ける人はもう心配いらないじゃんうんでも受からない人は受からないよたくさん書いても うん、たくさん書けばいいっていうあれじゃねえからだよ今の便利試験がああたくさん書けば受かりますよっていう試験じゃねえもんだからねえー、まあそんなんですよ、ね、でもちろんあ,のあれ、えー、っと35ページ見ると担当エミネント講座だけ取ることもできるし、あのー、それからあの論文だけ取ることもできますよほら 論文トリニティだけ取るることもできるで私はこう言いたいねあの担当を買ってる人はそれ担当を取る必要ないんで論文トリニティだだけ取ってくださいでも担当もダメやった人はねあの両方取ってもらった方があのやっぱりお得ですよ、うん、割引的な率を考えてもねだからあのいわゆるトータルサポートコースをねあのおすすめしたいんで。 ぜひ担当から論文までやり,やりたい人っていうかまあ必要な人はねもうまとめて取っていただきたいなと、うんまあ、通,通学の人通信100%の人問わずねそうしてほしいと思います。論文だだけけの人はもういいよあのトリニティだけで,、ね、で受かるかもしれんのやから。 そしたらあの合格者返金もあるからねもう安心でしょうまあそんなところですはいじゃあ時間が来ましたんでねまあとりあえずあのカリクラムを見ていただいてあ生で通学で出られそうやなと思う人は通学で出てください通学を取ってくださいこれはもう遠方だしコロナもちょっと怖いしという人は 通信取ってください、ね、通信でもあの全国津々浦々多くの受験生に取っていただきました去年い去年までも今年もね、まあ、と特に今年は通信の需要は多いと思いますからそういうご時世であの、まあ、どっちがいい悪いじゃありませんからね皆さんに取ってベターベストな方を選択してください。 はい。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。はい。さあ、それでは皆さん、あの、実際にね、講義でお目にかかりたいね。じゃあ終わりますよ。はい。2021年向け学習経験者用コースのプロモーションビデオ、あレック専任講師の宮口聡氏がお送りいたしました。それでは皆さん、 またこういった形たちへお会いできるときまでごきげんよう